来た。だって音聞こえるんやけど。え、めっちゃ隣の部屋にいるからさ、響きまくってるさやな。どうしよう。大丈夫かな。なんで？まあ、いっか。なんで大丈夫？別の部屋やから、別に。え、違う。なんか、ウィンウィンウィンとかならへんかな。あ、そういうこと？羽織るみたいな。うん。まあ、いっか。部屋からさ、変えよう。え、なんかその漏れるやつ何？なんか漏れた。ちょっと漏れさせとこう。わかるさ。え、無理。え、なんか暗い。え、なんか暗いよな。なんか明るくした。美肌のとこで。ちょっと待って。美肌。明るさ？これ？なんかめっちゃ青くさ、うん、明るくなる。確かに。なんでやろ。確かに。マスクさえなくさ、この色やからじゃない？あ、そうよ。白いと肌が黒く見える。まあいいか。こんにちは。こんにちは。あ、よかった。時計持ってきてた。あ、ありがとう。時計わからんから。結構機能しようと思ったけど。はい、そう。機能しようと思ったけど。私が美容室に行ったせいで。そう。できへんくなりました。なんかずっと一緒にいすぎて話すことない。話せに。いえいえ、これ3人でコラボできたらいいな。今日はえ、ほんまそれ、うん、今日はママの誕生日。え、先にさ、こっちからの声聞こえてくる。 逆の方がいい。さやのさ、こっちセリカおんの。うん、セリカもこっちさやの。だから声小さくしないとね、まあ、聞こえるから。一番近い距離で言ってるやん。マジかそれな。同じ美容院に行ったの。違います。違います。違う。ネイルは一緒のとこ。一緒。じゃん。じゃん。かわいい。一緒にできないのってきてる。なんかダメなんですよ。同じ部屋でやったらダメなんです。そう。一緒に配信したらやっぱコロナの問題で。やっぱこの色めっちゃいいな。めっちゃかわいい。一緒思う。私はいつも通りです。それな、昨日さ配信してる時にいつも通り安定のセリカからさ、うん、差し送られてきて、うん、あのコロナに、なるほど。あ、待って、なるほどね。たくさん劇場デビュー8周年おめでとう。タワーありがとうございます。おめでとう。あ、え、今日？昨日。昨日何？懐かしい、うん、AKB 劇場、SKE 劇場、SKE 劇場。でも今日私休演した。8年前初日出て次の日体調崩して。え、そうやん。え、あれやんな。ホテルのロビーで倒れた時、うん、そう、それそれそれ。懐かしい。浜がいち早く察知しました。さやなは私セリカマニアだから何でも分かります、私のこと。え、セリカが手伝われて秒で分かるから、あ、セリカ倒れそうと思って、でスタッフさんにセリカが体調悪そうですって言って、スタッフさんが近く行った瞬間にもみたいな。セリカ無事無事無事やばかった。ドラマみたいな。専属の医者なんやってきてる。そうです、専属の医者。すごいよ、ね、薬とか常にもらって。うん、え、なんかさ合宿の時にさ、なんか2人でずっとなんか栄養のあるグミをさ交換し合ってた。なんかセリカがなんか鉄分かなんかのグミ持ってて。あ、そうそうそう、鉄分持ってた。あれが美味しすぎてずっと食べてる。
さあのビタミンのレモンのやつ交換して懐かしい懐かしい。仲良し、ずっと一緒にいる。おもちゃ復帰してから。それだ、昨日のインスタライブも揺れてた。え、しかもさ、昨日も揺れてたよな。揺れてたのにさ、LINE でさ、インスタライブ終わった後に、うん、なんか、なんでこんな揺れてしまうんやろ、みたいな。悩んでた。めっちゃ悩んでた。なんか揺れてしまうんやけど。それに対してさ、それに対して2人何も返事してないような。無視。ひどく無視。一方的に送って、行って、おやすみって言って、寝た。無視。無視。一瞬で無視した。インスタライブしたいな、また。うん、3人でしよう。いや、あ、3人でできるやん。うん。3人でしよう。なんかインスタライブってさ、なんかちゃんとメイクしなとか思うやん。確かに。なんかハード、ハードさ、ハードなんですか？え？え？なんて？インスタライブめっちゃブサイクに映る。嘘、絶対加工つける。って、なんかそんなに画質がアップになるから、通さないとめっちゃ顔でかい人みたいに。めっちゃアップよ、なんで。なんでなん？そう。だから気をつけないといけません。うん。インスタライブめちゃくちゃ改善してほしい。アップになるの。ちょっともうちょっと遠めがいい。ストーリーとか撮るときもさ、アップやん。そうそうそう、アップすぎて撮りにくいからね。わかる。何の話？で、なんかショールームで。なんかショールームはなんか逆に奥目よな。あ、ね、なんか 横やからかな。そうそうそう。あ、それもあるわ。うん。ワキワキしてる。時間ずっと確認してんの。13時から始まるからね。うん、お腹すいた。朝から何も食べてない。そう、さっき赤飯食べた。あー、食べてたよ。うわ、帰る。いや、でもなんかさ、食べようってなるときにはお腹いっぱいないの。あー、なんか朝早かったからさ。そうやな。お腹空きそうって思って買ってしまう。なんかさ、久しぶりにさ、ちょっと遅い集合やったやん、後から。うん。早いけど、うん、そうやな。うん。なんか、パッて目覚めた時に遅刻したかと思った。アラームならへんかったんかと思って、焦った。でもな、昨日寝るの遅かったよな。遅かった。え、でも、あの夜さ、セリカから LINE 来る前に12時ぐらいに、12時半まで寝てた。配信して寝た。あー、なるほどね。もう眠すぎて結局3時半とかに寝たの。何時で、あー、でもそれぐらいかも。確かに。お前は早く寝ようと思ってたんやけどね。そうや。大変。明日は朝早い？あ、明日遅いやん。あ、あ、かわいそう。おい。かわいそう。明日の、明日8時半からリハ。終わった。明日は、私は多分ずっと行きたかったところに行ってくる。
なんやねそれ。裏山。もうずっと見たかったものを見てくれ。いってらっしゃい。楽しみ。ハマちゃんのマスクかわいいやって。なんかファンの人がさ、大量にマスクくれた。うん、ああ、かわいい。このマスクめっちゃいい。うんうん。色もあるし。今日ワンピースの映画公開やね。ワンピースね。ワンピースさ、長いやん。だからなんか、ミントコート。ワンまで見た。うん。え。もうさ、全然見ずに、ナルトもめっちゃ長いね。シーズン20なんとか。あ、そうなんや。うん、ナルト見てる今。へぇ、ね。でもナルトめっちゃ進んだ。もうなんか238とかその辺。いやいや、ワンピースもそんぐらいいけるやん、そしたら。すごいやろ。すごい。ナルトにハマっちゃった。こうやって。ってやるの。全然わからん、全然わからん。波動機。え、違う、波動。パッと出てこうへん。ほんまに好きなんか。こうやってさ、螺旋岩使ったり。螺旋岩や。全然知らないわ。ラーメンのナルトみたいな。え、そう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 。ピンクの丸。そうそう。あれ？それ。あれ、おでこについてんの？うん。それはついてない。でもな、あれな、人によって違うね。ここのおでこにつけてるマーク。あ、そうなの？そう。へぇ。なるとめっちゃおもろい。へぇ。疲れた。マジで最近ワンピースが街中がずもう全部ワンピースやん、ほとんどコラボとかして。そう？え？興味ないからどこ入らんねやろ。そう、何にもわからん。ナルトじゃない、ワンピース。ワンピースな、見てたんやけどな、途中、うん。なんかやっぱ、ナルトにシフトチェンジしたよ、完全に。まあ確かに、1027ぐらい、アニメは。そんなにあんの？うん。やば。今日映画テレビでやるよ、やって。え？そう、その前にあれ99人の壁があるんですよ。見てください、みんな。へぇ、まだ放送されてないんや、あれ。そう、今日放送でーす。結構映る？わからん。ワイプぐらいちゃうかな。うぅーみたいな。ちょっと可愛い子いるな、ぐらい。そんな、可愛いと思ってくれたらいいけどな。でもさ、なんか、ね、難しいよね。あんな99人もおる中にさ。いや、でも、すごい、普通に。え、じゃあさ、楽しか。うん。え、見たってことやろ、直接。MC の。あ、うん、佐藤二朗さん。二朗さん。え、めっちゃ好きやから、羨ましい。めっちゃ好きになった、あの番組で、私も。そういうのはめっちゃ好き、そもそも。ね、まあ言ってた。そう、ずっと言ってる。佐藤二朗さん大好き。佐藤二朗さんと室瀬さんが大好きすぎて。私の、あ、そうそう、あ、でも言わんとこ、私のエアドロップの名前。え、やめて、言わんほうがいい。だって言ったらなんか、変なん届いたら嫌やん。佐藤二朗さん全然関係ないけど、うん、1位になったらすごいよなって。確かに。でもあれさ、そうさ、1位になれへんよな。無理、決まってるやん、もう。だってもうさ、あんなんだってもほんまにさ、なんていうの、すり方、なんだよ、なんかさ、マジで極めてる人やん。
そうそうわそう。からん、セリカが1位になるかもしれへんけど、ガチで極めてる人でさ、あんな早押しも得意じゃないとあかんから、難しい。そう、早押し、マジですごいなと思った。クイズ番組ってこういう感じなんやって知った。だってさ、セリカの場合さ、早押し苦手そうやん。ポン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 それがみたいな。こう無理やろ、絶対。絶無理対無無理。理やん。こう押されへんかった。そうそう。だから無理です。絶対無理。あ、15分経過しました。今38分。45分ぐらいにランキング思する。った。それな。いえ。もう最近ずっとセリカと言いすぎてやばいです。でも、あ、昨日、言った？あ、言ってないか。昨日、何これ、エスカレーター？そう、エスカレーターっていうか、普通に待ち合わせしてて、6階ぐらいで。うん。6階で待そち合わせしててんけど、セリカが B1 から1階に上がるときに、セレナは1階から B1 に降りていってて、ちょそうどう。ここで ここエでスすカれレー違ターっのた。こしのかも交ちわるょう部ど分真んで、中よな。あっってなった。そうそう。なんちょうか、ど真ん中で。ちょうど真ん中でクロスする、このクロスしてるところで、なんかちょうど右と左の顔が出てくるんですけど、こうクロスしてるとこで、ちょうどセリカがいて、セリカ！みたいな。まさかの。私が先についてて、で、お金下ろそうと思って下に行ったんですよ。で、セリカが今ついて今から上がるみたいな連絡来てて、これワンチャンすれ違うかもって思って、私は割と見てて、セリカがすっごい深い帽子かぶって、携帯触ってて、セリカ！人目気にせず叫んでしまった、名前を。セリ！セリ！って。もう周りの人にセリカっていうのが知れ渡ってしまった。あの子セリカなんや。なった。ガチで、こうなった。ウィーンって。上がっていくとき。マジでおもろかった。そガんなチこあとれあ面るみ白たかっいた。運命的な出会いな。っしていうてか、6階で待ち合わせなのに、下に降りていってんのがおもろすぎて、なんでなんで逆行ってんねんって思って。なんかさ、下にしかなくて、ATM が。あ、ATM そう。しかもさ、昨日さ、ツイッターでも書いたんやけど、ATM 下ろすやん。ねえ。多分、ぼーっとしてて。で、昨日メガネも忘れたし。で、なんか、昨日ぼーっとしてたから、カードやるやん。で、暗証番号とか打って、で、それでお金が出てくる前にさ、カードとさ、レシートみたいなの出てくるやん。で、出てきて取って、あ、残高確認してた。よし、と思って。よし、行かないと、って言ったら、ピー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 みたいな。なんか、入り口と出口一緒やと思ってて、でもなんか、間違えて入り口の方で行ったから、そっちじゃないですよって言われてんのかなと思って。でも、どっちでもよくない？とか思ってて。なんでこんなピーピー鳴らされないとあかんねんって思って、お客様ーみたいな。お客様待ってくださいみたいな。何ですか？みたいな。人当たりはいいからさ。何ですか？みたいな。内心、何？みたいな。入り口と出口、一緒でいいやん。とか思ってて。そしたら、お客様ーって言われて。で、なんか、お金 お金取ってないんです。いや。恥ずかしいと思って。すいませんって。しかも、下ろしたの1万円だけ。まださ、なんか3万、4万とかなんかあるのに、1万円だけの時にさ、忘れてしまった。ちょっと、まださ、2、3万ならさ、あ、すいませんみたいまあなね。感じの気持ちでいけるけどさ、1万円からがちょっと恥ずかしいの。なんか、1万円ですいませんみたいな。マジで恥ずかしかった。なんか、お金を置いてってことに恥ずかしいんじゃなくて、1万円やったことにちょっと恥ずかしかった。この子なんか、おろす一応のな、に90001万円とか円、やったら。1万円おろすんや、みたい枚数多いのはいいけな。ど、そうそうそう、11枚。枚やったらね。そう、超恥ずかしかった。すいません、と。走って。
入り口出口同じやったし、それでピーピーなってなかった。お金忘れてってた。あ、それ普通にね。いや、入り口と出口を教えるブザーなんてないから、普通に。だからさ、結構さ、なんか、高級そうやったよ、あそこって。ああ、確かに。だからなんか、え、高級なとこってそんなことでピーピーなんのと思って。東京嫌やなと思って。普通にピーピーになった時に気づいてて、うん、ピーピーになった時にさ気づかへんかった。え、多分さ最初のさちょっとさ出口までのさ歩いてる真ん中ぐらいまではさ、うん、その何銀行のさ機械もさまだ取ってくれへんかなやん。でもほんまに、うんうんうん、そのドアの付近でピーピーになりだした。ドアの付近で多分機械もこれはやばいと思って、うんうん、ビリ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 みたいな感じがしてガチやばかった。恥ずかしすぎて。おもろ。気をつけてください。気をつけよう。疲れた。しかもあの後スリカとなんかね、うん、おしゃれな飲み物を飲んだんですよ帰り際に。あ、はいはい、そうで、なんかめっちゃレモンのなんかレモンの丸いさやつがすごい敷き詰まってて、あ、あれ取れへん。しかもさスプーンとかもさ、じゃなんかボトルがこれぐらいあるとしたらスプーン困難なの。もう取れへんやん僕も。であれ取らずに持って帰ってめっちゃ必死にさやながめっちゃ必死にこんなんおしゃれな場所で。めっちゃ可愛いやつやのにめっちゃレモン必死手ベッタベタの。来た。手ベッタベタ最悪。あ、やばい。もう45分に今からあと2秒後なった。なりますやめます。交代交代にランキングやもん。あ、いいよ。あ、ランキング。あ、これ。じゃあ、いいよ、スリカから。ちょっと待って、13位の人の韓国語が分からへん。いいやん。誰か翻訳してください。ハムサハムニダーって言えば。いやいやいや、適当やな。どうやって読むん、そんな。難しい。セーナーが13位読んでる間に翻訳待つわ。じゃあ読みます。13位中澤さん、ありがとう。すごい、なんか結婚してっていうなんかが飛んできた。プロポーズお預け。読んだで13位。え、こうへん。みんな忙しいんかな。じゃあ12位読むわ。うん。え、なんて読むのこれ。あ、わかった。これなんて読むこれ。なんてこれ読めへんの多すぎやろ。これなんて読むこれ。読めへん。知らん。あ、ランキング変わった。12位読む。12位。ヨッシーあった。99人の壁楽しみさん、ありがとうございます。ありがとう。11位、みおさん、ありがとうございます。11位、おーちゃん、あと、ハマスリ大好きさん、ありがとうございます。書いてないけど。出た。10位、マープーさん、ありがとうございます。書いてます。10位、スイカの種、あと、せいちゃん、何飲んでるの？特茶飲んでるよ。そうなんだ。さん、ありがとうございます。書いてないけど。長すぎやろ。9位、シータンさん、ありがとうございます。9位、トリオヤジアット、スリちゃんレッスン頑張ってねさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、セブンさん、ありがとうございます。8位、カリカリ梅男アット、スリちゃんとハマちゃんのネイルかわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、マユミンさん、ありがとうございます。7位、音速の貴公子アット、ハマセリかわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。
6位、サトルラブさん、ありがとうございます。あ、13位のね、あの、来たので読みます。13位、コンサスムミュアット、スリちゃん大好きさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位読むね。6位、シャインアットしもべ27号、うん、今日も白いねさん、ありがとうございます。書いてないけど、茶色いやろ。5位、プントさん、ありがとうございます。5位、まぼろしあった、セリちゃん、この後もダンス怪我しないように頑張ってねさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、タッチュさん、ありがとうございます。4位、ひなちゃんの中心あった、セリちゃん、8月も頑張ろうね、うん、さん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。3位、みつたかあった、早くオンラインお話し会行きたいさん、ありがとうございます。書いてないけど2位、かずさん、ありがとうございます。2位、中心あった浜セリのコントまた見たいですさん、ありがとうございます。書いてないけど。1位、クレズアットマークインスタ、いいねコメント待ってますさん。あ、そうです、昨日インスタ更新したんでぜひ見てください。お、ありがとうございます。そして1位はタクアット浜セリ、この後レッスンかなファイトさん、ありがとうございます。イエーイ、書いてたん？書いてた。書いてた。最後の方マジで寝てなくなってたし、セリカ。バレてた。完全に。かわいいとかもめっちゃありきたりやん。ああ、そうだ。もうでもこっからね、ゆっくりやっていきたいと思います。はいね、頑張ります。ってことで、終わります。はい。バイバーイ。今日もありがとうございました。ありがとうございました。バイ、さよなら。バイバイ、ありがとうございました。